こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではゼロから始めるキャンバマスター講座をリリースしています。キャンバの使い方を体系的に学びたい方、キャンバを使ったデザインスキルを身につけたい方、必見の講座になっています。気になる方、概要欄をチェックしてみてください。ミキミキウェブスクールの LINE を友達登録をしていただくと、キャンバで使える厳選フォント集やインスタグラムバズワード集、その他チャット GPT などで使えるプロンプト集、合計170ページの豪華プレゼントを配布中です。概要欄のリンクからお友達登録してみてくださいね。ミキミキウェブスクールチャンネル登録してね。チャンネル登録後、通知をすべてにすると新作動画のお知らせが届きます。本日は最新版キャンバの使い方スマホ版というテーマでお送りしていきます。キャンバは無料で使えるオンラインのデザインツールです。一つアカウントを作ればパソコン、タブレット、スマホ、様々なデバイスでデザインを作成することができるんです。スマホでキャンバのデザインを作っている方も今とっても多いんですね。今日はキャンバのスマホ版の使い方を詳しくご紹介していきます。まずキャンバについて簡単にご紹介をしていきます。キャンバはオーストラリアで生まれたオンラインで使える無料のデザイングラフィックツールです。キャンバでできることたくさんあります。例えばバナーだったりサムネイルデザイン、SNS の投稿デザイン、名刺だったりポスター、チラシなどの紙物の作成もできます。あとはロゴデザインだったり、プレゼンの資料作成もキャンバで簡単に作成することができます。あとはですね、動画編集だったりとか、ホームページもキャンバで作ることができるんです。で、今ですね、世界中でキャンバが人気になっていて、もうユーザー数が右肩上がりなんですね。で、なんでこんなに今キャンバが人気なのという理由なんですが、まずテンプレートが多く揃っているので、ノンデザイナーでも簡単にデザインが作れる点です。キャンバにはテンプレートがありますので、そちらを編集していくだけでおしゃれなデザインを作ることができるんです。なのでデザイン知識は必要ありません。あとは無料で使用することができます。素材だったり写真も無料で使えるものも多く揃っています。で、キャンバを無料でも使用することができますし、キャンバプロという有料機能に登録するとできることが広がります。ワンクリックで背景を動画することができたり、自由自在に画像のサイズを変更することができたり、ブランドキットで統一したデザインを作成することができたりと、いろんなことができるようになります。キャンバプロ通常30日間お試しすることができるんですが、こちらの QR コードまたは概要欄のリンクから飛んでいただくと45日間無料試しすることができます。気になる方はこちら使ってみてくださいね。それでは行きましょう。それではキャンバを開いていきましょう。デザインを作りたいときは検索窓に作りたいコンテンツの名前を入れていきます。例えばインスタグラム投稿というふうに入れていくと、インスタグラムの投稿のテンプレートの候補が出てきます。正方形、縦というふうに出ているので、正方形クリックしていきましょう。そうするといろんなテンプレートが出てきます。で、王冠がついているのがキャンバプロ、有料版でのみ使えるテンプレートになっています。何もついてないのは無料版で使用することができます。で、テンプレートが多くて困ったらですね、インスタグラム投稿というのを押してみましょう。そうすると、フォーマットだったり、スタイル、テーマ、あとはカラーなんかでテンプレートを絞ることができます。ではですね、今回はゼロからデザインを作っていこうと思いますので、カラーのデザインを作成を押していきましょう。ポチッと押すと、編集画面が開きます。この黒いのを一回下にスライドしていきます。こちらがデザインの編集画面になります。ではまずは文字を入れていきましょう。何か入れたいときはプラスボタンを押していきます。ポチッとしてますね。で、素材テキストカメラロールというふうになっているのでテキストを押していきます。そうすると見出しだったり、込み出し、本文を追加というのがあるので見出しを追加押していきましょう。はい、ミキミキウェブスクールというふうに入れることができました。はい、完了を押すと確定になります。じゃあこちらのですね、フォントサイズを変更していきましょう。フォントサイズを変更するときは2つの方法があります。まず1つ目がフォントサイズというのがありますので、こちらを押していきます。こちらをスライドするとフォントのサイズを大きく小さくすることができます。またはですね、紫の枠の端っこですね、白い丸がありますので、こちらをドラッグしてあげると簡単に大きくしたり小さくしたりすることができます。ドラッグで移動してあげると
位置を変更することができます。じゃあ次はフォントを変更していきましょう。フォントを変更したいときは文字をまず選択した状態でフォントを押しましょう。はい、そうするとですね、いろんなフォントがありますので、ここから選ぶことができます。で、王冠がついているのはキャンバプロでのみ使えるフォントになっています。キャンバは日本語フォントがかなり充実していますので、いいなと思うフォントを見つけるのが結構大変だったりすると思うんですが、お好みのフォントを探していきましょう。じゃあ今回、UD、元やマルベリーというフォントを押していきます。そうすると簡単にフォントが変わりました。で、フォントの中にはこの三角になっているのがあります。で、こちらポチッと押してあげると、はい、フォントファミリー、太さを選ぶことができます。ここからお好みのものを探していきましょう。で、ミキミキウェブスクールの LINE お友達登録をしていただくと、キャンバで使える厳選フォント集をプレゼントしています。フォント選び難しいと思う方、キャンバのおすすめフォントを知りたい方は、ぜひゲットしてみてください。概要欄に LINE お友達のリンク貼っておきます。では次はフォントカラーです、はい、選択した状態でちょっとスライドするとカラーというのがあります。こちらを選択していきましょう。ここから色変更することができます。でもっと直感的に色を選びたい場合はプラスボタンを押していきましょう。はい、ここからですね、色を直感的に変更することができたりとか、あとですね、ここにスポイトマークがありますので、こちらを押してあげると、任意のところから色を抽出することができます。次がですね、文字のエフェクトです。文字を選択した状態でちょっとスクロールしてあげると、エフェクトというのがあります。こちらを押していきましょう。はい、影付きであったりとか、浮き出し、中抜き、もう文字のですね、カスタマイズが簡単にできてしまいます。特に最近人気なのがこの袋文字ですね。文字を強調したいときなんかにすごく便利です。エコー、グリッチ加工、ネオン、そして背景があります。この背景の色なんかをもうちょっと調整したいよというときは、もう一回この背景をポチッと押してあげると、丸みを調整することができたり、カラーを変更することができたりします。変更したいときはまた選択して、エフェクトを押して、任意のエフェクトを選ぶか、やめたいときはなしというふうにすると元に戻すことができます。で、ここ今スタイルっていうふうになっているんですが、図形というのを押してみましょう。そうすると湾曲させるというのがありますので、こちらを押すと簡単に文字をワンクリックでカーブさせることができます。このカーブ具合はもう一回押してあげると、はい、調整ができます。逆側もできますね。はい、簡単にワンクリックでカーブも作成することができます。で、デザインを作成していて、なんか間違えちゃったとか、やり直したいなっていう時は、上の戻るボタンを押すと、1工程戻ることができます。で、進むボタンを押すと、元に戻すことができます。で、キャンバは自動保存ですので、保存などは必要ありません。このまま閉じてしまっても、ネット環境がちゃんとつながっていれば、キャンバ内に保存されています。それでは次は図形を入れていきましょう。何か追加したいときはプラスでした。プラスを押して、今度は素材を押していきましょう。ポチッと押すと図形というのがありますので、すべて表示押していきます。ラインもありますし、四角だったり丸だったり三角、矢印やハートなんかもあったりします。じゃあ四角押していきます。はい。じゃあこれでですね、入りました。で、この図形の中に文字を入れることもできます。はい。じゃあこれちょっと一回消していきますね。で、完了を押していきましょう。で、図形のサイズはこの白い丸のところをこれドラッグしてあげるとサイズを変更することができます。で、図形の色を変更したいときは選択してカラーを押しますね。はい、こちらで図形の色を変更できますし、図形の場合はですね、スクロールしていくとグラデーションというのがあります。はい、こちらで簡単にグラデーションにすることができて、一旦戻りますね。ちょっとバツを押して戻って、もう一回このグラデーションの図形を選択して、カラーを押してみます。そうするとカラーのところにグラデーションが追加されています。ポチッともう一回押すと、グラデーションの方向だったりとか、あとはプラスボタンを押すと色を追加することができます。
こんな感じでご自身の好きなグラデーションカラーっていうのを作成することができます。で次ですね、選択した状態でスタイルというのを押してみましょう。そうすると図形にこう枠線をつけることができます。こんな感じで太さも調整できたりとか、点線なんかもできたりしますね。はい、そしてもう一つ、角の丸みというのもあります。これをプラスにしていくと、こう分かりますかね、図形が丸くなりました。はい、こういう形でですね、少し角丸にしたいよという時はこの角の丸みで調整ができます。次が素材です。はい、またプラスを押して素材を押していきますね。でここに探したい素材名を入れていきましょう。例えばパソコンというふうに検索すると、グラフィック素材、写真、動画などいろんなものが出てきます。ここグラフィックっていう風にすると素材だけだったりとか、写真っていう風にすると写真素材が出てきます。この素材だったりとか写真なんかも、今までは別の写真素材サイトでダウンロードしたり購入したりという必要があったんですが、キャンバであればキャンバの中で簡単に素材だったり写真を探して使用することができます。じゃあグラフィック素材で何か素材ポチッと押してみましょう。簡単にデザインに配置することができました。で、素材を選択して下にカラーっていうものがついてると思います。これ押してみると、はい、簡単にですね、カラーを変更できます。ここで単純なデザインのものは色が変えれるものが多いですね。で、もうちょっとプラスしてみて、ちょっと複雑なパソコンのイラスト素材を選択しました。あ、これもできますね。カラーが4色あるので、1色ずつ色を変更することができます。他にもこれを選択しました。この素材の場合、カラーが出てこないので、この素材は色が変更できない素材になります。じゃあこの素材をですね、消したいときは、選択すると上にゴミ箱ボタンがありますので、ポチッと押してあげると簡単に消すことができます。ではですね、次に自分が持っている画像をアップロードしていきたいと思います。アップロードしたいときは、プラスボタンを押して、カメラロールを押していきましょう。そうすると写真を選択することができるので、これをページに追加押していきます。そうするとページに追加することができました。はい、じゃあちょっと写真を配置していきます。こんな感じで配置をして、はい、決定していきますね。で配置をするとですね、先ほどパソコンだったりとかグラデーションがあったんですが、それが見えなくなりました。その画像の下に入ってしまっているので、画像を選択して3つポチ押していきます。そしてちょっとスクロールしていくと、最前面移動とか最背面移動っていうのがあるので、この画像を一番下に持っていきたいので、最背面移動っていうのを押していくと、はい、写真が一番下に移動したので、パソコンだったりグラデーションの画像がまた見えるようになりました。で、いらない場合は選択してデリートで消すことができます。で、下に文字も追加していきましょうか。お文字選択して複製ボタンがありますので、こちらを押すと簡単に項目を複製することができます。こちらエフェクトをして、湾曲させるをなしにしたいので、なしっていう風にすると変えることができます。で、真ん中とかが難しい場合はドラッグしてあげると、このピンクのサジェストが真ん中に来ると出てくるので、こういうのを参考にしながら中心っていうのを決めていきましょう。背景素材とかもプラスっていう風にして、素材をして戻りますね。で、ここを例えば背景っていう風に検索すると、いろんな背景素材が出てきますので、何か背景だけで見つからない場合は、サブキーワードを入れてあげてもいいですね。例えば、ウッドとかっていう風にすると、ウッドテイストの背景がたくさん出てくるので、ポチッと押してあげると、はい、こんな感じで入れることができます。で、またちょっとね、パソコンが見えなくなっちゃったので、3つポチを押して、再背面移動っていう風にすると、順番を簡単に入れ替えることができます。じゃあページの追加をしていきましょう。スマホ版でページを追加したいときは、右下のボタンです。こちらを押していくと、はい、今ページが出てきましたね。じゃあこれプラスっていう風にすると、ポチポチ、はい、2ページ目を編集することができます。また右下のボタンを押していきます。で、1ページ目を複製したいときは、1ページ目を選択した状態で、1を複製というボタンがありますので、こちらを押すと簡単にページを複製することができます。
このように簡単に複数枚のデザインも作成することができます。ではですね、ダウンロードをしていきましょう。デザインが終わったら右上のボタンですね、こちらを押していきます。で、ダウンロード一括でしたいときは、こちらダウンロードボタンがありますので、こちらを押すと簡単にもうすぐにダウンロードすることができます。ホームに戻りたいときは3本の線を押して、キャンバボタンを押すと、はい、トップページに戻ることができました。で、作ったデザインっていうのは、一番下、プロジェクトというのがあります。こちらを押してみましょう。そうすると今まで自分が作ったデザインであったりとか、まあ、フォルダも作ることができるんですが、フォルダだったりとかというのが出てきます。このように簡単にキャンバスマホ版でデザインを作成することができます。キャンバのパソコン版で作っていたデザインを移動中なんかにスマホキャンバで編集するなんてこともできたりします。キャンバのスマホ版すごく使いやすいので、ぜひ試してみてくださいね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はキャンバのスマホ版の使い方について詳しくご紹介をしていきました。こちらの動画参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。メキメキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。メキメキウェブスクールの LINE お友達登録で、今、豪華5大特典をプレゼント中です。インスタグラム完全保存版、おすすめバズワード集や、チャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT 図10選、完全攻略ダリ3おすすめのプロンプト集、そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や、キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中です。ぜひチェックしてみてくださいね。